千葉県の蒲島知事はきょう臨時会見を開き感染が急拡大しデルタ株への置き換わりが急速に進んでいる福岡県への移動に慎重な判断をするよう県民に呼びかけました。しま知事は 隣接する福岡県では感染が急拡大し感染力の強いインド型変異ウイルスデルタ株への置き換わりが進んでいると言及おととい県内で初めてデルタ株への感染疑いが確認されたことも踏まえ蒲島知事は県内の感染状況は落ち着いているが早めの感染防止対策が重要と強い警戒感を示しましたそのの上で、東京、大阪への 不要不急の移動自粛に加え福岡県への移動については特に慎重な判断をするよう県民に呼びかけました。